伊坂良平は、茨城県取手市出身の元プロ野球選手。宇都を右打ち、取手東中学校を経て、藤代高校に入学。2年生の2001年、春の選抜に出場し、初戦の四日市工業高校戦で、完封勝利、3回戦で敗退した。東都の中央大学では、大学2年時に右肘を、故障、3年時に右肘を手術した。 三年秋は入れ替え戦で敗れ、四年時は二部。とうと一部リーグで四試合に登板し一勝0敗。二部リーグで17試合に登板し二勝二敗。中澤正人は大学の同期であり、当時のエース。また、後に楽天で同僚となる、三間学は高校、大学の後輩である。大学卒業後は、社会人野球の住友金属に入社。 野球部では1年目から活躍。第78回都市対抗野球出場に貢献したが、この際に肘を故障。2007年8月に右肘の人体帯を手術。2008年、チームは第79回都市対抗野球への出場は逃した。ものの、藤沢秀夫らと共に、富士重工業の補強選手として名前が挙がった。しかし、投資コーチの穴見の秀行に、 肘の状況を心配され自体。社会人野球日本選手権大会に出場し、故障を明けながら最速時速1 4 8トルを記録。2008年の NPB ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから3巡目で指名。契約金6000万円、年俸千2 0 0万円という条件で入団した。入団当初の背番号は13。2015年には、 知人の紹介で不動産会社に1年間勤務した。藤城高校時代の監督だった持丸周一の紹介で2016年からシダックスに入社。入社後はグループ会社のシダックスフードサービスで東京都内担当の営業推進部員を務めている。186センチの長身から投げる平均球速。 約時速1 3 9キロメートル最速時速1 5 3キロメートルのストレートとスライダー、カットボールを中心にフォークカーブを駆使した投球術が持ち味。新人合同自主トレの時にブルペンで投球した際には投資コーチの杉山賢人に玉の質は岩熊以上と絶賛された。2011年には監督の星野先一から直々に ツーシームを教わり、等級の幅が広がった。2008年4月、中学の同級生の女性と結婚。楽天入団時点で、すでに結婚していたため、チームの合宿所には入っていない。2009年9月18日に第一子が誕生した。ありがとうございます。